日文基本短句。与人见面时，おはよう、おはようございます。こんにちは、こんにちは。こんばんは、こんばんは。与人分别的时候，说再见的时候。さよなら、さよなら、バイバイ、バイバイ、じゃあね、じゃあね。出門的時候、行ってきます、行ってきます。对外出的人说的问候语，デラシャイ、デラシャイ。回到家，タダイマ、タダイマ。对回到家的人说的问候语，おかえりなさい、おかえりなさい。到别人的家去玩的时候，ごめんください、ごめんください。迎接客人的时候，いらっしゃいませ、いらっしゃいませ。表示感谢的时候，ありがとう。ありがとうございます。ありがとうございます。表示对不起的时候，ごめんなさい。ごめんなさい。すいません。すいません。表达日期的方法。ついたち、一号、ついたち、二日、二号、二日、三日、三号、三日、四日、四号。4日、5日、5号、5日、6日、6号、6日、7日、7号、7日、8日、8号、8日、九日、九号。九日、十日、十号。十日、十号。二十日、二十号。二十日、二十号。11号到19号。11日、12日、13日、14日、15日、16日、17日、18日、19日、20号到30号。21日、22日、23日、24日、25日、26日、27日、28日、29日、
30日、31日。新奇的表达方法。月曜日、月曜日、星期一、火曜日、火曜日、星期二、水曜日、水曜日、星期三、木曜日、木曜日。星期四，金曜日，金曜日，星期五，土曜日，土曜日，星期六，日曜日，日曜日，星期天。日语是用曜日来表示的，星期一、二、三、四、五、六日，月、火、水、木、金、土、日。好，现在跟大家一起读数字的读法。一、二、三、四、五、六、七、八、九、十。比如说，子张瑞的是用 my。中国话说一张、两张、三张。日语，一枚、二枚、三枚。然后像苹果，个。中国，一个、两个、三个等等。日语，一个、二个、三个。然后比如说，伞之类的，细长类的东西。日语是用 home 来表示的。